皆さんおはようございます。取り臭いチャンネル片山ひとしです。取り臭い相談室、この番組は YouTube 取り臭いチャンネルのメンバーシップ取り友のメンバーさんから届いた鳥の飼育相談への僕の回答を皆さんと共有するビデオポッドキャストです。ぜひ耳だけでも傾けて聞いてみてくださいね。今日のバードアシスタントはさざ波インコのなすびくんです。今回はこのようなご相談が届きました。まず前提情報として、こちらのご相談をいただいた時点ではオカメインコさんのメガバクテリアの治療でかかりつけの動物病院へ通院をされていらっしゃいました。片山さん、飼育相談をお願いします。鳥飼いの皆さんは私たち人間の医療と同じようにセカンドオピニオンを受けたりしていますか？セカンドオピニオンが飼い鳥の医療において一般的なのであれば、現在かかっている動物病院の獣医師にもその旨を相談しやすいんですが、信頼している先生なので今後通院しにくくなることは望んでいませんというご相談です。セカンドオピニオンというのは、直訳すると2番目の意見。セカンドオピニオンを受けるというのは、医療の診断や治療の方針について最初に医師から受けた意見とは別に異なる医師からの意見を求めることです。次のように回答をさせていただきました。セカンドオピニオンについて、現代の人間における医療においてもそうですが、動物病院であってもセカンドオピニオンという考え方はすでに一般的ではありますし、推奨されることが多いです。ただ僕たち人間がかかる病院の場合も動物病院の場合でも、セカンドオピニオンを受けることについてまだまだ躊躇される方、飼い主さんは非常に多いです。人間の場合はもちろん患者と医師の人対人、動物病院に関しても診察対象はペットですが、やはり飼い主と獣医師の人対人、担当の獣医師にセカンドオピニオンを受診すると伝えたら機嫌を損ねて今後受診できなくなるのではないかと、心配するのも人間の心情的にとても自然なことだと思います。実際にプライドが邪魔して感情的になってしまうのか、セカンドオピニオンの話をするとあからさまに不機嫌になる獣医師や人間の病院の医師もいるようです。でも愛鳥さんにとって何が一番大事なのかということを考えてみましょう。何よりも愛鳥さんの症状を改善させる可能性を広げることが大事ですよね。例えば何らかの疾患の治療を長期的に続けている場合、飼い主さん的に本当にこの治療方針はベストなんだろうかと疑問を持つこともあると思います。もちろん鳥さんをちゃんと見ることができる獣医師であれば、少なくとも僕たちよりははるかに動物医療に関する知識も経験も当たり前ですが秀でているはずです。しかしそもそも国家資格である獣医師免許を取得するためには獣医学系の大学を卒業しなくてはならないんですが、その大学において鳥類に関しては産業動物である鶏について学ぶくらいなんだそうです。鳥専門の獣医師や鳥のことをしっかりと見ることができる獣医師を目指すには、鳥専門の獣医師がいる動物病院で経験を積んで、その後も独自に自分でスキルを磨く必要があるんですよね。ですので鳥専門の獣医師であっても、その経験や知識、ケースごとの治療方針は様々。このような現状から考えても、セカンドオピニオンを受けることが愛鳥さんの治療にとって良好な結果へと、結びつく可能性があります。ただセカンドオピニオンを受けるにあたっては、できる限り現在かかっている病院とセカンドオピニオンとして受診したい病院のどちらの担当獣医師にもその旨を伝えておくことが望ましいです。
先に診断を受けた動物病院での治療内容や薬の種類、レントゲンの情報など、セカンドオピニオンの獣医師も把握しておいた方が治療は始めやすいはずです。と、このように回答をさせていただきました。今回のポッドキャストではセカンドオピニオンの合理性についてあまり深掘りができませんでしたが、今後別の動画でもう少し詳しく解説をする予定です。そちらもお楽しみにお待ちください。皆様のバードライフにも少しでもお役に立てると嬉しいです。皆さんはスパイスカレーお好きですか？いわゆるルーで作るカレーではなくて、クミンやコリアンダー、ターメリックなどのスパイスから作るカレーです。ご存知の方も多いと思いますが、スパイスにはそれぞれ僕たち人間の体の調子を整えるような効能や効果があるようなんですね。例えば今挙げた3つの代表的なスパイスで言うと、クミンは食欲を増進させたり、またビタミン C が含まれているので美肌効果も期待ができたり、爽やかな香りのコリアンダーには精神的な疲労の回復が望めたり、頭痛などを緩和させる鎮痛効果があったりもするそうです。和名ではウコンと呼ばれているターメリックで、こちらはコレステロール値を下げて心臓や血管の健康維持に効果があるとか、また認知機能を改善するとも言われていて、認知症やアルツハイマーの予防にも効果があるそうです。僕は3年ほど前からスパイスカレーを作って食べています。一時期はですね、毎日連続して270日くらいだったかな、食べ続けていました。そのおかげか体調が大きく崩れることがぐんと減ったり、当時ちょっとぽっちゃりだったんですが、小麦粉を使わないせいか1年で15キロもですね、体重を落とせたりしました。何よりも調理がとってもシンプルなので夕方からの時間を有効に使うこともできました。とにかくいいことずくめなんです。恋人やうちに来てくれた、遊びに来てくれた友達にも僕のスパイスカレーは好評なんですね。調子に乗って我が家ではお客様にはほぼスパイスカレーしか出さなくなってしまいました。皆さんもぜひスパイスカレー作ってみてくださいね。最後にいつもの宣伝をさせてください。YouTube 鳥くさいチャンネルの有料メンバーシップ鳥ともでは、月額190円以上のコースで僕片山仁に鳥くさい LINE 公式アカウントから個別飼育相談ができます。その他にも様々な特典をお楽しみいただけます。メンバーシップ鳥ともの詳細はこの動画の概要欄をチェックしてみてくださいね。それではまた、あなたのバードライフをサポート、鳥くさいチャンネル片山仁とさぞなみインコのなすびくんでした。バイバイ。